何をしていくか、鱗の守りにするだけ、うん、カチカチになっていくだけだから、もうこれ簡単だからね、みんな。俺 A ボタンしか触ってないからね今。お前劇場型だな、劇場型ドラゴンだ。お前はお前がそうやってダメージをゼロにしてる間、俺はカチカチになってるの。お前この一撃に全てをかけるドラゴンじゃん。カチカチドラゴンがこの世に生を授かった瞬間からもう戦いは始まってたの。パチン、お前も一なんかーい。反復横跳びしか練習してこなかったんだろうな、お前な。そういうやつはね、大体ソフトボール投げ弱いから。ドラゴン最強図鑑バトルコロシアム、引き続きプレイしていきたいと思います。最強研究所と通信対戦、うん、最強研究所でいい。まあ皆さんもお気づきかもしれませんが、前回勝ちドラの方がゴールドランク、そしてプラチナランクを圧倒的スピードで、素早さ全然ないんだけどね、素早さ全然ないんだけど圧倒的スピードで勝ち上がっていったんですよ。その勝ちはあのカチカチの勝ちとかけてますからね。で今回何が待ってるのということなんですが、今回1月、まずはたかしから、そのなんかいろいろ話してたけど、まずはたかしから。俺は勝ちドラも大切だけど、このたかしも実は大切にしてる。だからこのたかしをしっかりまずは特訓してあげる。1月1週金河新年明けましておめでとうって、あの年賀状がたかしから届いてたんだけど、その年賀状の絵キリンでした。馬じゃないんかーいっていうね、キリンでした。そんなことはどうでもよくて、命中を上げていきます。タカシ、お久しぶりだな、お前のタカシを見んのも。タカシの命中27、攻撃11アップ、元気が20だろ。まあまあまあ、これはもともとね。まあまあまあ、いいでしょう。流れは悪くない。そして、見てくれ、この大会の左上に輝くこの金色のマーク。いや、金色じゃないか。ダイヤのマーク。これ、何カラットなんだろうね。ハチドラね、何カラットなんだろうな。皆さん、お気づきかもしれませんが、3月4週、ドラゴン最強決定戦。最強のドラゴンを決める最後の大会、出れます。こっちもなんかあるんだけど、こっちは見ないようにしとく、うん、この下とか下のやつもあるんだけど見ない。俺はこのドラゴン最強決定戦だけを見てる。言わずもがな、平均総合値4179と、プラチナの時は3756だった。で勝ちドラの総合値2561、うん、ほぼ倍、まあ倍はいかないか、うん、でもこの1500の差を俺は勝ちドラだったら埋めれると思ってるんで、そこのとこよろしく。ということは大会に出続けると多分体調悪くなるのね、普通に。みんなもそうでしょ、だって毎日仕事してたらめっちゃ体調悪くなるでしょ。たまにはこういう風に休みを入れないといけないから、3月3週目はしっかり休んでいく。そして3月4週目のドラゴン最強決定戦に備えていくと。それまでの大会はそうだな、ひたすら出ていこうか。ここのプラチナももちろん出ていくし、ここの金も出ていく。荒野最強決定戦も出るし、黄金攻略戦も出る。で今日も出ちゃう、なんならだから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 10連戦、10連戦やって一戦休んで、その次の週ドラゴン最強決定戦。これで成長しないわけある？ないよね。ということでカチカチドラゴン、ひたすら大会に出ていきます。もうここはもう正直全スキップですよ。はい、よかったねと。はい、コインも見てくれ、7000まで溜まってるわ。もう入って攻防の要もゲットしていく。そうだね、一つ忘れてたんだけど、前回プラチナ大会勝利したことで UR のサポートカードをゲットできたんだよ。それをちょっと確認する時間取ってもいい？で大会のデータ集めてくれてありがとうで、コイン300枚ってね。もっと持ってこいよお前それ。メガトンボディ、自分のマナを4アップ、化け物みてえな。サポートカードなんだけどこれ、もう密林の重戦車使うバカいないじゃん。もうこのメガトンボディゲットした時点で密林の重戦車使うバカいる？いないよね。で攻防の要は相手のマナを3段、これもまあまあまあ強いけど、まあ勝ちドラには全く合わないね、戦い方としては。実績とかもちょっと解除してきますね。でアマゾンの怪獣もゲットしてしまった。アマゾンの怪獣は自分の攻撃と素早さをチューアップと、ふん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 、普通に強いカードだわ。もう110の王とか使ってる暇なくなるぐらいいいカードだね。設備強化も見てみる。ああ、ショップと、ああここら辺のレベルをガンガン上げれるんだよと。もう全部上げていくわ、うん、強化完了と。まだ上があるの？ランク50か。ちょっとあれだな、再来年だな、うん、やっぱあれだから、急にこの特訓の設備とか上げちゃうと高校球児も困っちゃうから、低反発バットをいきなり導入しますじゃないの。やっぱり3年前からしっかり告知して上げていかないとダメだから、それはそれで良きと。はい、325ポイント。もう全部使っちゃったもん、ね。いいの、貯金なんかしちゃダメよ、みんな。貯金はゴミだから。貯金するぐらいだったら、設備に投資しろ。そうお母さんに習いました。で、タカシ。タカシは回避がちょっと上がりか、上がり気味だね。じゃあ、
回避の練習するために回避を上げていきたいと思ったんだけど、回避のやつが1個もねえ、こいつマジかよ。ちょっと引いてるわ。じゃあまあ回避のマントあげるわ。うん、でもあれだからね、たかしのこのギザギザで回避のマント破れるんだけどね。でも着させてあげる、寒そうだから。たかしの鎧はすごい熱伝導率がいいのね。だからすぐ冷えちゃうの。そのために俺はマントをあげた。決して回避のためじゃない。はい、レベルマックス、めちゃくちゃでけえ。うん、ベテラン育成計画会、これ何が美味しいかっていうと、切り替え見てください。アイテム、本気の鎧、破壊の兜、俊敏の耳飾りの2がもらえると。ここ白金攻略戦でもいいんだけど、メガトンボディ正直持ってるからもういらないって。だから俺はベテラン育成計画会に出ていく。ゴールド、ベテラン育成計画会。なかなかね、ゴールドも言うて1回しか勝ったことないからね、普通に厳しい勝負になることは間違いないんだよ。だってこのステータス見てもらったら分かるように、結構まあまあいいでしょ。でも対戦開始です。ここら辺はちょっとまあ前哨戦だからね。もうプラチナも突破した勝ち寄らにとって、このゴールドランク敵じゃねえ。だから俺は早送りする。本当は実況していきたいんだけどね。でも最初はガス攻撃、そして何をしていくか、鱗の守りするだけ。うん、カチカチになっていくだけだから、前と一緒だから。てか全部こいつは戦い方一緒なの。全部カチカチになればいいだけだから、ちょっと面白みがないよね。はい、ラッシュ紙とか、はい、全然効かないでしょ。うん、まだ1カチカチだから結構50ダメージ食らったけど、あ、まだ1カチカチもしてなかったからね。うん、素で50ダメージしか食らわないから、これはもうね、負けるはずがないんですよ。はい、さらにカチカチ、もうマナが7マナあって、もうもっと大きいマナの攻撃しましょうよっていうガイアの声を無視してカチカチになっていく。俺はひたすらカチカチになっていく。もうこれ簡単だからね、みんな。俺 A ボタンしか触ってないからね、今。みんな知らなかったでしょ。俺 A ボタンをこう連打するだけで勝てるゲームなの。もうそういうゲームになってきちゃったの。ドラゴン最強オーバーズガンバトル殺し屋もって。もうそういうゲームになってきてんの。いつの間にかね。はい、もう全然効かない。もうここで判定持ってっても大丈夫なのね。一回も攻撃せず。はい、さらにカチカチと。で、ターン4も、ここはひたすらカチカチにしていくと。で、ターン5でしっかり攻撃当てて、当てればいいだけだから。で、めっちゃトリプルブレスって3人いるんだけど、はい、全然効かせませんよーっていうね。3人で入ってる意味ありませんよーって勝ち取りが言ってるんだけどね。そういう声は聞こえてくるの。この早送りの中でもね。はい、で、マナダイス、最後は3マナで急降下でさよならしましょうよって話。おっと、はい、毒のダメージ。毒に侵されています。マナを増やしていく。アビリティで返す。あれ？なんか、あれ？ちょ、あれ？ま、負けてね。威力の高い弱点攻撃。カチドラ？俺が早送りでカチカチにしてたのに。なんで？おいおい、カチドラ。なんで、なんか HP バー負けてるんだ。頼むぞ、急降下。じゃあ当ててくれ。じゃあ、ここで当ててくれないと、お前、まさかのゴールドランク1回戦敗退になる。次、ダイヤランク目指そうと思ってんのに。で、よいしょ、当てて、当ててくるんですよ、ここで。ね？ここで当てていくんです。お前、劇場型だな。劇場型ドラゴンだ、お前は。杉本健勇みたいなことだな。うん、サッカーで言う。びっくりびっくり。ちょっと怖かったもんね、今ね。なんかあれみたいな。4ターン目まで勝ってたの。で、5ターン目開始した直後に、なんかいつの間にか負けになってた。危なかったわ、マジで。ちゃんと見ないとダメだね、これね。でも、やることは変わんないんだよな。だから、あれだね、猛毒に食らってたから、やっぱり、結構厳しい戦いだったね。だから、そういう状態異常だけは、しっかり注意して、やっていきましょうよって話。はい、鱗の守りと。はい、ガス攻撃をまず当てていきますよ、と。はい、で、防御、ダイアップ。もうすでにダイアップ。で、さらに、鱗の守りをやっていくと。もう、だから、防御5バフよ、5バフ。で、マナダイスが1と。まあ、しょうがない、しょうがない。うわ、ここね、ほんとは急降下打ちたかったな。見て、280。えぐいっしょ。まあ、鱗の守りだ、ここは。変わらず。はい、やけどがまだ治んないねと、氷の魔法。全然構わない。見て、HP バー。はい、2です。2ダメージなんです。デコピンと一緒だからね、それ。氷の魔法とか。格好つけてるけど。勝ちドラにしては、デコピンと一緒なの。はい、金の6マナ出してくるよね。でも大丈夫なの。カチカチになっていけばいいの。圧倒的カチカチになっていけばいいの。あと、マナダウンさせる。大丈夫。俺、カチカチにしかならないから。2マナあれば動けんの。それを分かってない時点で、こいつはもう、負けてるんだよ、お前。この、2回戦に立った時点で、お前は負けてるの。はい、3マナ溜まっていくよと。うん、ここも、ちょっと体当たり、うん、怖いから体当たりしとくか。もうカチカチになる必要性ないからね。体当たりで1ダメージでも与えれば、俺勝てるから。はい、パチンと。はい、攻撃力も結構強いよーと。まあまあ、ゴールドは、スキップはできないけど、自分で操作すれば、あ、こいつ回避多いんだよな、シーン。俺、こいつが一番嫌だ。モンスターの中で。ドラゴンの中で。
めちゃくちゃ長くて気持ち悪いし、なんか普通にまずさ、体がちっちゃいから攻撃が当たんないの。それが一番困るの。ただいい、やることは変わらない。ガス攻撃からの鱗の守り、簡単なお仕事ずらと。はい、マナにアップしていくよと。うん、マナを悠長に貯めてる間、俺は鱗の守りにするから。はい、マナダイス。まあ1マナ構わない、だって鱗の守りしかしないから。新キルね、これダメージゼロにするんだけど大丈夫、俺はカチカチになってるから。お前がそうやってダメージをゼロにしてる間、俺はカチカチになってんの。俺は自分に投資してんの。お前は自分に投資してないの。相手の出方を見て相手の動きに投資してるけど、俺は違う、俺は自分自身に投資してるから。うん、で今更これやってくでしょ、めちゃくちゃバカなのね。今更それやっても構わない、変わんないよって話なの。それに気づいてないからこいつは弱いんだよ。はい、鱗の守りと。でここまでカチカチにしたらもうあと何するのって言ったら、簡単、体当たりしていけばいいだけの話。一発でも当たれば勝ち。で火傷治るのは結構きついのね。火傷治るのは普通にきついんだけど大丈夫、体当たり当てるから。うん、でまあ当たんないよね。まあまあまあ全然構わない。はい、でラストターン来ましたよと。2マナと、まあまあ悪くはない。じゃあ急降下当てよっか。威力320、命中20丸の、まあ毒ダメージね。ちょっとなんか怪しい動きなんだけど大丈夫大丈夫、絶対勝ってるよね。俺が勝ってると信じてる、やってるから俺は。え、新キロやってくる。ダメージゼロにするやつだねこれね。うん、それはちょっと困るかも。これ判定でワンチャン負けてない？どうどう、みんなどう、これわかんないんだけど。これまあまあこれはダメージゼロになっちゃうよねと。まあまずそれ以前に避けられるから話になるね。え、これ勝って、これ勝ってないか、これさすがに勝ってるよね。さすがに負けてないよね。危ない危ない。うん、この 3% のさ、シンは1年生の時練習1回サボったんだよね。俺はサボんなかった。カチカチはサボらず練習を続けてきた、そのたわものがこの 3% の差を生んだ。いいね、ゴールドも結構カチンと優勝できるようになってきちゃったからね。ちょっと危うい戦いではあったんだけどね。デトックスがあんまり発動しないっていうのがちょっと、おいしゅんの耳飾り2ゲット、オッケー、めっちゃかっけ。デトックスがねやっぱりあんまり発生しないっていうのがちょっと負け筋引いちゃうかもね。はい、でタカシは一旦休むかな。一旦休んでおけタカシ。お前はちょっと正直もう勝てる未来見えねえから。よし、でカチドラの大会が開かれますよと。あ、ここね、ハイランク大会来たな。ここな、うん、ここ行っちゃうか。川辺の王者のサブ、おい、黄金攻略戦じゃない、全限定回。うん、騎士改正のハイランク大会プラチナ全然勝てるから見てて。このカチドラの戦い方必ず優勝します。プラチナハイランク大会1回戦はレビアタンね。オッケーオッケー、まあまあ、うんうんうん、まあ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 、みんな気にしないで。このステータスってあれ自己申告制だから、あくまで自分で大きく書いてるだけだから。あいつは多分、さあやっていきましょうか。変身にもなれなかった君と、変身になれた僕、この大きさをもう覆すパワーをカチカチドラゴンが見せるよ。まずはマナと。うん、お互い1マナ、それは大丈夫。まあでもやることは変わんない。ガス攻撃からのカチカチ、初手はもうこれで決まり。うん、お箱、ポルノグラフィティのサウダージ君、ガス攻撃発動、しっかり役を与えていくよと。そうだね、うん、大技狙いだからこいつ、大技狙いなんだけど、こっちはカチカチになっていくよと。ひたすらカチカチ、何回これを やっただろうな。イチローのルーティンみたいな、毎回同じ動きしてるからね。さあ2ターン目、マナはお互い1マナと。相手のマナいっぱい溜まってんな。でもまあまあまあ、マナが溜まんないのは別に悪くないね。こっちは私はね、鱗の守りできるから。はい、で防御ダイアップ、これがマジ強えんだ。うん、あでもマナ2アップか。まだマナ溜める、まだマナ溜めんの、もったいないよ君。頭悪いんだろうねこいつね。その間俺はカチカチになる。もうこれ鋼鉄よね、ドラゴンボールでいうカッチンコぐらい硬いからね今のカチカチドラゴン。相手のマナソースはいいけど、まあ2マナ捨てることになるからね。でちょっともう一回ドラゴン詳細、相手の来る技を把握しておきたい。これ絶対8だね。 100% の確率で相手の攻撃を中断。なるほど、まあまあ構わない構わない、攻撃中断は構わない。ってなるとちょっと体当たりでも当てとくか。ここ一旦体当たり当てて、ワンチャン傷状態狙っていくわ。何のキルが使ってくるの。うわ、攻撃ダイアップきた。
お前この一撃に全てをかけるドラゴンじゃん。お前も面白い戦い方してくんな。じゃあこっちも面白い戦いしてやるよ。いや攻撃ダイアップに攻撃チアップにえぐ。ちょっと待って、まずいかもね。ちょっと待って、ポケモンで言えばのしかかるなんてあんま強いダメージ食らわないけど、このドラゴンではわけが違う。ドコン。まあ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 、攻撃は中断構わないの。あくまで俺は傷を狙いたいから。やけどが治った今しっかり傷状態にしていかないといけない。まず避けられんのか。まず避けんのは話聞いてないな。まあ体当たりだな。もうカチカチになる必要はない。傷状態にしていくことを狙う。まあマナーあんまいらないけどね。じゃあお前もマナーをやっていくと。面白い戦いしていくじゃないか君。頼む、当ててくれ、当てて傷状態してくれ。よいしょーと、1ダメージね。 OK、 傷状態来い。傷状態は来ないかってなると、これ最終ターンまたのしかかりやってくんだこいつバカだから。ってなると1マラ、1マラ来い。まず1マラ来たらのしかかりできないから。俺は何でもいい正直。もうでかい。俺は3マラで相手は1マラ。これ何ができるかっていうと、相手はのしかかりできないのに俺は急降下を打てるってこと。この差もう神様もカチドラが勝てよって言われてる。うわ、また攻めの構え出てきた。めっちゃ困るわそれ普通に。でも炎の神好きね。大丈夫大丈夫、そんなに来る。うわー、ここ、まあ微妙だな。いやでもさすがに勝ってるね。OKOKOK、さすがに勝ってる。さらに急降下、もう当てたら確実。当てなくても 99%、 いや 92% ぐらいは勝てるから大丈夫。これは当たらない。うまいよ。ただまあ俺の勝ちだな。さすがに危ない戦い方してくるね君。こういうギリギリの戦いを続けていかないといけないの。もうね、カチドラと戦う時って、ね、心臓がキュッてなるのね。多分俺寿命が減ってる2年ぐらいカチドラのせいで。スキップしてリンドブル。わー、リンドブルム変異、一番嫌なんだよ。なんでかっていうと、こいつ毒ばっか使ってくるからね。防御カチカチだ。防御999だこいつ。まあまあ戦ってみないことにはわからないからね、相手の強さが。さあ対戦が開始されました。対戦が開始されました。違う、今開始したんじゃない。カチカチドラゴンがこの世に生を授かった瞬間からもう戦いは始まってた。お互い1マナと。まあガス攻撃確定で、相手のドラゴン詳細でも見ましょうか。防御力は S の963。やべえこいつ、やべえ回避もすげえわこいつ。状態異常付与率ダイアップしてからの、うわ毒状態にしてくる。うわーキモ、こいつキモいなめちゃくちゃ。ってなると俺の勝ち筋って何かっていうと、攻撃そんな高くないでしょ。これ380になるよ。もうカチカチにならなくていいよこれ。とにかく体当たり当てていくことで、傷状態にしてダメージをしっかり削っていくこと。ここが一流の戦い方。二流のやつはここでもカチカチだーっつってカチカチになるんだけど、それはまだ二流なんだよね。やっぱ一流はここでしっかり体当たりを、一旦目から体当たりをしていくという。これが一流の戦い方。それにカチドラもこうしてる。こんだけアビリティがあって。うわ状態異常付与率中アップとかめちゃくちゃ君。もうワクチン打っとけばよかった、こいつのビントヘルムのワクチンね。1ダメージしか食らわないんだけど、毒ダメージが来ないんですね。カチドラお前もしかしてワクチン打ってきたのか。でまあ回避が強いから当たんないよねと。でもしょうがないしょうがない、これを続けていくしかないから。だから早送りにする。作戦もクソもない。俺は A ボタンを押し続けるだけ。体当たりで焼けたダメージ食らっていくよと。はい、防御ダイアップ別にいらないんだよな。カチドラそんなにいらないぞ。で相手まだ悠長に貯めてるでしょ。その間にお前が体当たりを当てろ。 99% の勝ちを 100% にしろ。おい、昼に追うんですよこれが。それが強いんですよマジで。マジでこれ後でやることないな。カチカチになっても意味ないし、だったらまあ普通にもう普通に急降下とか当てちゃっていいか。そうだな、当ててこう。まあ、回避高いから当たんないと思うんだけどね。自慢の牙、それはどういう効果。あれどういう効果それ。あ、攻撃命中チュアップ。でもね君攻撃328でしょ。カチドラに入んないよ多分。あえて傷のダメージを与えるよと。2ダメージじゃない君は与えれて。ダブルバイスと2回噛むだけだろお前。それシングルバイスだ。はい1ダメージとね。2回目外れてましたからねあなたのバイス。噛めてませんでしたよあなた。
ハチドラはしっかり体を当ててくから。うん、でも当たんないよ。でも当たんないよーと。お前イボイボみたい、イボイボいっぱいつけて気持ち悪いな、本当に。お前人気トップだったら俺の方が絶対強いからな。お前みたいな気持ち悪い虫。舌ペロペロペロってずっと出して、女の子誘ってるのか知らないけど、気持ち悪いからやります。はい、で、ここで金のマナで差を見せつけていくと。別に、いらないけどね、カチドラ。まあ、体当たりでいいでしょう。ちょこ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 ダメ。まあ、傷は治ると知ってましたから、治らない傷なんてこの世に存在しないからね。でも、やけどは治らない。で、防御もダイアップしちゃうよと。いや、強いや、こいつ。あ、こいつめちゃくちゃ強いや。バイツバイツっていうね、ダブルバイツのくせシングルバイツですよって俺がさっきから何回も言ってんのに、こいつ。かたくなにやめない、ダブルバイツ。カチドラ、体当たり決めてくれ。パチン、お前も1なんかーい。よし、じゃあ、カチドラ、もう何もしなくていいよ。ぼーっと突っ立って、相手のこと見てよ。うん、最後は。したら相手が勝手に自滅していくから。うん、これ、煽りのマナチャージね。うん。はい、ぼーっと見て、パチャー。カチドラ、お前今一番輝いてるよ。めちゃくちゃ笑顔だもんこいつ。なんか自分で殺した時よりも勝手に相手が死んだ時の方が嬉しそう。めちゃくちゃ性格悪いけどね。はい、何が来るのと。ムシュフシュ変異種ね。懐かしい懐かしい。君では、うん、回避がえぐいと、素早さもえぐいと。うん、素早さとか正直どうでもいいから。防御攻撃もないし、あ、これ勝てるね。うん、悪いけど勝ちます。プラチナ大会決勝、まさかの2連覇しちゃうかもしれません。みんな負けると思ってたでしょ。全然勝てちゃうの。おしっこしてくる、ここで。まさかのね。前代未聞。決勝前におしっこ行ってくる、これ。よし、じゃあやっていきますか。お、ちょうどクエレブレの紹介じゃないか。めっちゃ鼻毛飛び出てるけどな、お前。あんだけ鼻毛カッターしとけって言ったら。身だしなみは整えろよ、勝ちだ。この戦いで新たな伝説を作れるか。新たな伝説か。高いマナが出てほしい。もう既存の伝説には飽きてるからな。意味わかんねえわ。うん、1マナね。うん、まずは1マナで、ここまず 何をするかというと、ガス攻撃を選択した後にドラゴン詳細を見る。これが一流のドラゴンテイマーだから。はい、で、相手のさ、素早さと回避が高いと。攻撃358ね。じゃあカチカチになる必要はないと。ステップと切りつけると飛びかかると。あ、すいません、ゲップすいません。いや、その今空気中にあるゲップを吸います。わしゃカビかな。カビじゃねえんだからよ。で、飛びかかるは自分の回避バフが多いほど威力が上がると。あー、なるほどね。ちょっとカチカチになっていかないといけないかもしれないけど、でも初手はそうだな、体当たりだな。結局傷状態にしていく。俺は5回体当たりをしても1回も当たんないかもしれない。でもやり続けないといけない。そういうもん。結果が出なくてもひたすら前に進むしかないんだよ、カチドラ。はい、初手からやけどのダメージ与えていくよと。で、マナ2アップと、うん、しかも防御ダイアップ。このアビリティの連鎖えぐいよ、マジで。ここら辺はね、正直そんなダメージ食らないんだけど、毒ダメージだけはやめてほしいんだよな。結構厳しい戦いになってくるよ、これ。デトックスをしっかり発動しないと勝てない戦いになってくる。苦しい中でのアビリティ。うん、まあ防御チャップはかまわない。まあ避けるよな、お前だって回避ばっか鍛えてきてんだもんな。ずっと反復横跳びしてたんだろうな。体力測定で10点取りたくて、お前反復横跳びしか練習してこなかったんだろうな、お前な。そういうやつはね、大体ソフトボール投げ弱いから。うわ、まだ3マナ取られた。で、これやけど状態治っちゃうのが一番困るけど、もうひたすら体当たり。うわ、サポートカードね。何のサポートカード使ってくんの。うわ、しかもバフ状態以上に状態以上。こいつ俺と同じ戦い方してきてやがる。しても、デトックス来るんです。しかも一気に2個消えた。みんな見た今、めちゃくちゃいい。一石二鳥だ。うん、1デトックス2直し。これをことわざ時点で俺は乗せる。1デトックス2直しよ。でもさらに毒になっちゃうな。1デトックス2直し1状態以上。ここまでだね、ことわざに乗るのは。うわ、全然当たんねえ。全然当たんねえんだけど。うわ、めっちゃ毒状態にしてくるやん、こいつ。めっちゃ気持ち悪いわ、こいつ、ほんとに。髪型気持ち悪いよ、お前、それ。ベートーベン意識してるのか分かんないけどさ。音楽室のさ、後ろに乗ってる自画像みたいになってるよ、髪型。めちゃくちゃキモいから。っていう言葉攻めした後に、体当たりしていくと。
傷が癒えていく。はい、でもデトックス発するんです。すごいね、うん、デトックスの発動率良くない、カシドラの。はい、でしっかりマナアップもして、もうマナもう全部アップ、全部だ、もうアビリティ全部発動した。みんな見た、3アビリティ全部発動した。こいつこの試合にかけてる。うん、食らうんだけど、でも毒蛇さんね、何回繰り返してんのこのイタチごっこ、このイタチごっこ何回繰り返してんの、これやめろよ。ムシムシもさ、もう直されるって分かってたから切りつけないで、もうお前はステップ踏んで回避上げとけよ。回避しか鍛えてこなかったんだから、まあ、正直マナダイス何でもいいな、うん、相手が低ければいい、うん、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ1はいいね。これ切りつけてできないからね。まあじゃあ急降下してく、うん、多分当たんねえけど。はい、もう死んじゃうよ次のターン。で俺も毒ダメージ食らうんだけど、さすがに残り2ターンじゃここまで HP が削れない。何使ってくんの、え、切りつけできんのかい、お前2マナ何回切りつける。待って、猛毒になられると困るぞ、ちょっと。いや、猛毒になっちゃった。いや、でも、さすがに大丈夫よね。こんな削れるはずないからね。もしくは、お前が急降下を当てればいい。自分の手で勝利をつかみたいなら当てろ。まあ、普通に当たんないよね。うん、それは普通に当たんねえんだよ。だって990。回避がね。そりゃ当たるわけがない。はい、最終ターンと。相手のマナー、まあ、マナーは何でもいいんだな、正直な。3マナと、オッケーオッケーオッケー。ここは、タイヤなり一択。はい、やけどのダメージで食らって、さよならと。おい、クエレブレ、勝ちドラ。ハイランク大会も優勝しちゃいましたよと。みんな、優勝できると思ったね。俺は、できないと思ってた、実は。でも優勝しちゃうの。勝ちドラがすごいよか。いや、俺がすごい。ね、そこんとこ、覚えといて。ね、二度目のプラチナ制覇と。おい、ダイヤに弾みがつく一緒だな、これはな。そして、まあ、後でメガネ拭き買ってあげるから。それで拭いてあげて、そのメガネ。